どうしても受け取りたくないよ。ね、いや、アベノマスクね、そんな受け取りたくない蓮舫さんのためにね、一応正当な処理をご案内しておきましょう。ね、これは一般の方と一緒の取り扱い方法になるんですけど、まず郵便局行ってください。郵便局に行って、これちっちゃい近くの郵便局でもいいです。確か国会議員会館って国会の中に、郵便局があるはずなんで、郵便局であればどこでも対応してくれます。行って、そこで、この、郵便物を供税って言います。正式名の方で言いますね。受け取り拒絶、別に受け取り拒否って言ってもいいんですけど、多分通じると思いますけど、一応正式名は受け取り拒絶っていう、方法があります。これは普通郵便物でもできるんですけど、私はこの郵便物の受け取りを拒絶しますっていうね、よくあるのが、とある、宗教団体さんがね、よく布教のためにね、送るんですけど、タウンプラスを使うんじゃなくて、なぜかね、住所録を持ってるんですよね。いろんなところにですね、住所のデータを持っとって、それをですね、送りつけるんですけど、要は受け取りを拒絶されるわけですよ。で、その場合は、すみません、受け取り拒絶令って言われるんですけどね、受け取り拒絶っていうのをね、事前にね、ペラ用紙でいいです。本当に、メモ用紙みたいなんでいいんですけど、に、受け取り拒絶って自筆で書いてね、受け取り拒絶って、拒絶って書いて、で、ここに、印鑑、印鑑ね、印鑑、もしくはサインでも大丈夫なんですけど、原則は印鑑です。なんでたって郵便局ですか、総務省ですからね、ハンコ対か公約書仕事なんで、なんですけど、まあ、サインでも受け取ってくれますから、受け取り拒絶って書いて、住所もいたっけな、まあ、住所も書いとかなきゃ分かったはず、確か。住所とね、印鑑とサイン、印鑑もしくはサインがいるんですけど、で、書いた紙をペタって貼り付けてね、アベノマスクにね、アベノマスクに貼り付けて、で、このすみません、この製品を受け取り拒絶しますって言ったら、そしたら、はい、わかりましたって言って受け取ってくれてね、それで処理をしてくれますんで、もうどうしても、朝が未開封でないとダメですよ。未開封でないとダメ。開封してしまってたらね、すみません、受け取り拒絶、基本的にはちょっと対応はできませんので、ね、ってなりますけど、受け取り拒絶っていうのがありますね。まあ、こういったサービスを使ってもいいですよということです。これ一般の方でもね、共産党員の方とかでね、絶対アベノマスクは受け取らないんだっていう方の場合は、基本的には、ポストの上にね、私はアベノマスクはいりませんって書いてあっても、投函はされます。なぜなら、郵便局員がこれはアベノマスクだって分かるはずなんですけどね、もうね、毎日配るわけですから、これ絶対アベノマスクやなって分かるんですけど、これがこのお客様の言ってるアベノマスクじゃない恐れだってあるわけなんですよ。ですので、郵便物ってのは基本的に原則入れられます。なんで書いてあったら入れとるんやっていう場合は、そういう理由です。へりくつくみたいに聞こえるかもしれませんけど、基本的には郵便物っていうのは、この内容物を配達員は一切知らないっていう体なんで、知ってはいけないっていう体なんで、どうしてもこういうことになります。どうしてもしょ、あの、それはね、あの、名目上そういうふうになりますんで、これはもうご了承ください。で、必ず受け取り拒絶って言うと、こういった処理をして、返すという形になります。めちゃくちゃややこしいじゃないかというんですが、これが仕返されません。ルートなんです、郵便局の。ということなんで、一応こういうサービスもありますということなんで、まあ、こういうような流れですよっていうんで、まあ、仕方ないんでね、もうそれじゃもう受け取ってくださいよっていうことですね。まあ、もちろんこうやって返すこともできますけどね。まあ、せっかく届いたんでね、有効活用してもらったらいいんじゃないですかね。って思います。ね。まあ、どっちにしろなんか伝票回数とかなんかいろんな話になってますからね。さあ、どうなんでしょうというところなんですけど、まあ、とりあえず以上でございます。ご視聴ありがとうございました。